どうした？やっぱネットカフェ一人で入るの怖いんで。うん、何何？やっぱネットカフェ一人で入るの怖いんで、散歩だけ一緒にさせてもらう。散歩長くなるよ。あ、全然ウォーキング5時間やった。いや、だってコロコロ全然ネットカフェ一人で入るの怖いって。怖いです、一人では。何、パニック障害とか？いや、っていうか彼氏ととか友達となら入れるんだけど、一人で受付とか一人の部屋狭いところ。いや、全然俺いや、1時間ぐらいだったら筋トレになるんで、うん、散歩だけ一緒に。いや、わかんないよ、1時間になるか。俺、あ、2時間でも3時間でもウォーキングになるんで、5時間歩いた女なんで。いや、いや、俺受付一緒に行ってあげても大丈夫だよ。いや、でも、うん、ちょっと苦手かもしれない、うん、エレベーターまで乗ったんですけど、うんうん、ちょっと怖くなっちゃって変ですかね。いや、全然変じゃない。全然変じゃないけど。散歩だけ、まあ途中で置いてきぼりになっても全然 OK で。そしたら道聞けるから。いや、まあだってほら、やっぱさ、ほら、リスナーさんがさ、雑談楽しみにしてくれてる人とか。黙ってついてくる。黙ってついてくる？どうか。でもさ、ほら、こんな夜中にさ、ほら、はい、女性をさ、ね、ほったらかして歩くわけにいかないわけですよ、僕も。まあ、ネットカフェに一人で入るのは怖いです。ネットカフェに一人で入るの怖いって言われても。入れないっていうか。ちょっと手が震え。手震えてんの？はい。ちょっと、いや、大丈夫です。大丈夫？グーにすれば。うん。ちょっとパンにしてみて。ああ、すごい震えてる。大丈夫？あ、いや、落ちたね。大丈夫？大丈夫？はい、大丈夫です。いや、まあ、ねえ。ちょっと車来たから、こっちから来ようか。どこ行くの？なんかどっか行っちゃったんだけど。困ったなぁ。一人で満喫入るの怖いってなぁ。マックっつっても、説得をするよ、ちゃんと。ここタバコ吸えないか。これ灰皿じゃないか。いや、あ、携帯灰皿持ってるよ、俺も。いや、ほら、俺、ね、ゆっくり休みたいから、カラオケだと寝れないから。まあ、ここで一服しようか。灰皿あるから、俺。すいません、全然いいよ、全然いいよ。ちょっとなんか、一人じゃダメな時があるんですよね、なんか。一人がダメな時、たびたびあんの？いやー、なんか、出てくる時に出てきちゃうから、いつっていうのは言えないんですけど、今声も震えてきちゃう。パニック障害持ってんの？はい。あー、そっか。そうか。参ったな。だから散歩に付き合って、ダイエットで筋トレして、いや、散歩もさ、ほら俺なんつうんだろうな、ほら俺適当人間だから、その全然適当いいと思います。適当に行ける。いや、まあ適当だから、ほら
あの、思いつきで行動してるから、うん、女性をね、それを巻き込むわけにいかないんですよ。いや、巻き込まれたいです。うん、巻き込んでもらわないと今、一人ではいられないので。これ、灰皿ね、はい。あ、あります。ある。あ、持ってるの偉い。100均。うん。100均好きだね。うん。うん、まあまあ落ち着こう、とりあえず、うん、とりあえず落ち着こう。あ、ラマーズ法じゃないけど落ち着かせる方法なんですよ、これ。別に気にしないでください。もういいよいいよ、そうでしょ、うん、見せて、うん、呼吸法、呼吸法っていうか、自分に大丈夫、うん、大丈夫って言い聞かせるんですよ。あの、母にも言われて、うん、お母さんに何て言われたの、うん、いや、あの、背中撫でてくれて、あの、ドラマ見て大泣きしちゃって、フラン、あー、思い出しちゃうと泣いちゃうけど、化粧が崩れるから、フランケンシュタインって恋、うん、いいよいいよ、大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫だよ。フランケンシュタインの恋っていうドラマがあって、うん、フランケンシュタインの恋っていうドラマ、うん、うん、うん、足をなくした男の子が、うん、マラソンをしなきゃいけなくて、うん、ま、足を、徒競走、うん、徒競走しなきゃいけなくて、うん、でもみんなの前で恥ずかしいから、うん、走れなくて、うん、でもフランケンシュタインが、うんうん、え、なんでそれを今思い出したの？え、ちょっと待って、なんでそのドラマを今思い出す？わかんない。わかんない。わかんないけど思い出した。こいつ本当に腹立つわ。わかんないけど。こいつ腹立つわ。腹立ちますか、ごめんなさい。いや、もうすげえわ。泣きながら笑ってる。いや、だからそれを見て爆泣きしちゃって。ね、だからそのエピソードがなんで今出てくるの？いや、30分ぐらい。全然関係ないじゃん、今の関係。それで母が背中を刺しながら、うん、大丈夫、大丈夫って言ってくれて、うん、胸もさすりながら、大丈夫、大丈夫って言ってくれて、うん、自分一人の時は、背中はさすれないから、胸もさすって、深呼吸して、大丈夫って言い聞かせるんだよって言われたのをやって、落ち着かせようと思ったんです。あ、そうだった。はい。涙止まりました。うん、そうだ。はい。はい、病気。はい、病気。はい、病気。うん、はい、病気、病気。病気です。病んでます。病んでれです。病んでらです。今、手は治ったんですけど、今度足が震えてきました。もう震えてればいいよ。震えてる。うん、お前は震えてる、うん。震えて眠れる。震えてればいいんだよ。いやー、うん、寒くはないんですけどね、全然。うん、大丈夫、大丈夫。震えてればいいよ。ありがとうございます、うんうん、ね、こういうのだからめんどくさい女って言われるんですよ。めんどくさい女って言われてたの？いや、いや、そんなことない、大丈夫だよって言うけど、うん、それが悪いからこっちからさようならって言っちゃう、うん、タバコ吸うのも落ち着くんですよね。震えは止まんないんだけど、泣くのは止まるから、うん、泣きながらだとタバコってうんって なっちゃうじゃないですか。お前のほうからそうじゃないじゃん。いや、泣いてるの、なんかごめんなさいね、すいません、うん、あ、何、普段は満喫一人で止まれないの？止まれないですね。友達とか彼氏とかだったら平気なんですけど、うん、そうなのか。今いくつだっけ？42で、来月3になります。来月3か。うん、携帯すごいなるね。なりますね、なんか、うん。今何時ですか？今は夜中の2時だね、もうすぐ。今何時？そうね、だいたいね。2時半。2時だね。2時。うん。2時か。朝まで散歩でもいいんですよ。いや、俺もほら、あ、そっか、休まないといけないし、うん、こう、やっぱさ、
リスナーさんはほらトーク聞きたい人とかもいるから、うん、じゃあ無言でストーカーみたいにとぼとぼついていかせてもらって、いや、まあ俺の リスナーさんがほらなんていうかもあるじゃない、はい、ほら俺ら配信者って、はい、自分よりもほらリスファンが大事、うん、ファン、そうそう、ファンのやっぱ、はい、声を聞いていくのもね、やっぱ仕事みたいなもんだから、はい、いつもあれなの、はい、ちょっと満喫には一人で入れない系女子なの。そうですね、一人では入ったことないですね。ちょっと鏡代わりにしてすいません、うん、化粧崩れないように、あの化粧崩れないようにあれするには、うんうん、擦らないで抑えた方がいいです。あ、そうだ、トータルビューティー研究家だもんね、はい、ちょっとデコパチで申し訳ないですけど、これ以上はちょっとね、やっぱりね、あれだから、いやーね、困らせてしまうの本当なんか忍びないというか、うん。また手が震えてきた。うん、大丈夫だよ。いっぱい震えて、うん。震えたいだけ震えればいいよ。震えたいんだもん。震えよ、もっと。はい。うん、手も足も震えてる。いいよ、どんどん震えよ。はい。うん。すいません。震えたいときは震えればいい、うん。俺は見てるから、震えてるの。はい、大丈夫だよ、うん。ずっと見てるから。すごい目で見てるから。すごい目で見てる、すごい目で見てる、エロいっすね、うん、タバコも一本吸っても大丈夫ですか。もちろんいいよ、うん、すいません、いいよ、なんかもっとすいません、うん、豚腹の薬とかないの。あ、豚腹、うん、豚腹、豚腹持ってきてないの。リスパとか100均があるかもしれない。また100均、はい、100均で薬なんか売ってないよ。いや、100均の入れ物ね。ああ、これ、迷子のカメラここ、カメラここ、迷子の人を探すためのキーホルダーなんですけど、うん、ここに、うん、普通だったら紙が入ってて、うん、あの住所とか氏名とか書いたんですけど、私はデパスを、ちょっと待って、迷子の人を探すってどういうこと。あ、だからあの、うん、老人とかちっちゃい子とか、うん、で、あ、そのギャップを開けたら、はい、行方不明になったら、うん、住所と名前が書いてあって、あの迷子が助かるっていう、うん、あ、落ちない、うん、あ、お水いただいても大丈夫ですか。あ、いいよ、ペットボトルそこ。はい、すいません、うん、いただきます、うん、あ、漢方飲むの忘れた。漢方もあるんですよ。え、うん、漢方も飲むの、はい、今。え、なんでこのタイミングで漢方飲むの。いや、本当は食前に飲まなきゃいけなかったんですけど、うん、漢方飲みたい、漢方飲みたい。いや、飲まないとまずい、うん、どうなの、飲まないと。飲まないと、うん、あの冷え性とか、うん、便通とか、うん、あと精神不安定とか、
まず。良薬は口にいいわしってよく言いますよね。まず。ああ、関節キスしちゃった。すいません。うん、いいよいいよ。あ、しまえないか。しまえない。はい。すいません。ちょっと聞くのには時間かかるかもしれないから、歩いた方がいいかな。どうしよう。もう一服。もう一服する？いいよ、はい、いいよ。もう一服する。うん。話してください。うん、あ、そうですね、リア凸していただいて、もしよかったらドーナツ余ってる人いたらドーナツください。寒いな今日。リア凸は明日大宮でやるんだけど、今日リア凸したいって言って川口から来てくれた、うん、川口から。川口鳩ヶ谷、鳩ヶ谷、うん、鳩ヶ谷。テルピンちゃんさんと、テルピンちゃんと一緒のところに住んでるの。テルピンちゃんだよ。はい、和凸。うん、テルピンちゃんだよ。テルピンちゃん、うん、青山さん、うん、青山ね。大宮何時にしようかなと思って、俺がこんな性格だから、明日やることはやるんだけど、もう眠い。うん、眠いんだよね、俺。うん。うん。大丈夫？大丈夫？大丈夫です。うん。ちょっと、うん。質問を忘れて。うん。あ、ドーナツありがとうね。ドーナツありがとう。おー、ありがとう。豚さん、ありがとうございます。豚さん、ありがとう。あ、豚さんっていう小手半の人ね。あ、はい。うん、ありがとうございます。入ったね。うん。悩んでるつもりは全然なかったんですよ。うん、わかるよ。大丈夫だよ、はい。いや、今日どこで寝ようかなって思ってて。カラオケで、ソファー、うん、私一つでいいんで。うん。カラオケね、疲れ抜けないから、ソファーダブルにしてるから、ね、いやいや、あの向き合わせて、うん、あ、ドーナツありがとうね、みんなありがとう。上着今日寒いね、革ジャン着てくればよかった。上着ありますか。あ、大丈夫大丈夫、ありがとう。うん、うん、私ほてっちゃって熱くなっちゃうんですよ。ほてってんの、汗が出てくるの、ホテルと。だから長袖、うん、今ホテってるの？俺の長袖足しますよ。い、今ホテってる？はい、今ホテってるんだ。そっか、ホテってるみたいだね、うん、そっか。腕は出したくないんですけど、うん、脱ぎたいですね。うん、脱ぎたいの？あの、暑い、暑い、うん、そうなんだ。暑いし眠いしホテってるの今。暑くて眠くて、眠くはない、うん、マジか、
いいよ。全然気にしなくていいよ。続けて。うん。いや、続けて、続けて。もう一回。いいよ。いいよ。30秒ぐらいは。うん、いいよ。30秒か1分、うん、マックス1分はいってるはずなんですね。いってみよう。15秒だね。あら、うん、復活じゃない、腹筋がダメだ、うん。ちょっと車が起きて驚いたから、うん、短くなっちゃった。え？いや、ね、車来たから声変わっちゃったもんね、ちょっと。もう一回行こうか。はい、今度はじゃあ。うん、ちゃんとね、本番だと思って。はい。うん。じゃあ、和道さんの和で行きますか。うん、和で行こう。うん、肩のストレッチ、ね、肩のストレッチ、まあ、足でも引っ張られてる感じで、うん、でも背中を丸めちゃいけなくて、うん、90度、うん、体は90度で、うん、だからぴったり背中つけて、うん、で、うん、手を引っ張られてる、引っ張られてる、引っ張られてる、引っ張られてる感じ、もうそうすると肩の凝りが取れやすいです、うんうん。こっちも引っ張られてます。両側。うん。うん。で、肩をぐるっと回して。うん。でもあんま高い声だとダメですよね。うん、低い声だね。じゃあ、和道さんの和で。うん。1分くらい続けられるんだよな。本調子の時は、うん、俺数えとくから、はい、16秒だね。男役やってたのに。男役だったんだ。はい、ショートだったんで。うんうんうん。男役でした。そっか。学ラン着てました。うん。学ランとかスーツ着て、うんうん、男役やってました。ショートイコール男役なんで。うん。うん。そっかそっか。だから和道さんのもうちょい長いバージョンみたいな。うん。頭。うんうん。なるほど。どで行こうかな。どういける？もう最後ね。じゃあ、ドで最後行く、行ってみようか。うん。最後。うん、そうだね。人いるけど大丈夫なの？まあ、小さい声でロングブレスだったら。小さい声のロングブレス難しいな。うん。ゆっくりでいいか。ゆっくりでいいから。緊張しないでね。20秒だね。お、5秒伸びた。イエーイ。20秒だね。5秒伸びた、うん。でもね、1分できるんです、本当は。本当は1分できるの？はい。なんで今日はできないの？いや、あの、パニックっていうか、うん、震えが、うん、声が震えてるのが自分でもわかるから、うん、動揺、うん、いや、いつもだったらもっとでかい声で、うん、ストレートな声でできるんだけど、うん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 、やっぱ震えきちゃうと声も震えちゃうから、うん、肺活量が続かない。ちょっとね、はい、うん、そうですね、
腹筋大事です、腹筋。そうだね。まあ、チョコレート腹筋はね、さすがにあれだけど、縦線は入りたいですね。18秒ぐらいかな。あ、やっぱ20秒マックスか。いや、18秒だけど。ビジホ？ビジネスホテルあるかな、この辺。さっきありました、駅前。駅前にあった。うん、でも俺、ねえ、ビジホ高いじゃん。無理だよ。わかんないと。それぐらいだったら私、あの支援っていうか。ビジネスホテルだったら私支援して、別室で取って。2部屋取ったらだって高いよ。いや、2万持ってるから足りると思うんだけど。さっき割り勘にしていただいて3000円だったじゃないですか。だから多分財布に2万は残ってると思うんですよ。だから別室で取ってマッサージだけして、ちょっとミーティングしてきていい？リスナーさんと。やっぱりほら、あのリスナーさんに聞いた方が、やっぱさ、ちょっと聞こえないように言うけど、ね、ここだけの話なんだけど、ね、聞こえないように俺は言うよ。元彼がいるんだよ。彼女には。元彼に悪いじゃん、やっぱり。で、障害者手帳3級だし、43歳のね、裏若っき乙女ですよ。まだ結婚もしてないの、彼女は。ね。そう。で、腕にリストバンドつけてるけど、あれ本当はペットボトルのホルダーなんだよ。わかる？みんな。元彼に悪いし。あ、別にこれは元彼にもらったものじゃなくて自分で買ったものです。あ、そっか。いや、悪いよ。これは。どう？あ、ダメダメ、10秒。一服し？え？一服し？はい。三服目だけどいいのかな？うん、大丈夫大丈夫。こんなの。なんか最近なんかニコ生のノリになってきてふわっちでゆっくり3ヶ月もかけてキャラ変してきたのにさ、なんで俺こんな感じなの。せっかくふわっち来てさ、キャラ編に成功してさ、やっと食えるようになったのにさ、ニコ。渡辺さんが、山田さんが。なんだろうね。俺さ、もう試合まであと1週間なんだよ。こんなことしてる場合じゃねえんだよ。俺今日ゲロ吐くまでトレーニング、後で見せるけど、明日の夜動画で見せるけど、俺、ゲロ吐くまで便所太郎さんにしごかれたんだよ。ゲロ吐いたんですか？ゲロ吐いたよ、今日。嘘。ボクシングって吐くんですか？体育館の中で、もうクーラーも効いてなくて、ムンムンの状態で。空調。
なし。空調なし。うわ、うん、あ、じゃあボクシングジムじゃなくて体育館のあのサークルなんだ。サークル、うん、サークル、あの社会人とかが集まって学校の体育館を借りてみたいな。はい、あ、じゃあ安く借りれるんだ。うん、なんか公民館みたいなところ。うん、うん、じゃあな、支援してもらってくれるの今日泊まるところ。はい、うん、でも絶対何もないからね、言っとくけど俺リスナーさんに手出したりとかしないから。まだ未婚の女性だから、元彼がいるんだよ彼女には。ね、だから元彼と揺れを戻したいのと、そう、元彼をと、そう、今揺れてるのね。ミュージシャンの元彼と、ミュージシャンの元彼と、解放、解放、うん、あとはあの30万払って30キロ痩せろって言ってる男とどっちを選ぶかっていう、すごい揺れてる時期なのね今彼女は。30万払うから痩せろって言ってる男と元彼、ミュージシャンの元彼、どっちを選ぶかっていう、今そういう彼女にとって今大事な時期だから、うん、大丈夫、とりあえずホテル行く。じゃあ信じる、信じてくれる。だから俺はやっぱ女性リスナー、独身の女性リスナーさんに手出すわけにいかないから、うん、じゃあ支援してもらってもいい、ホテル代。あ、もちろんです、ありがとう、はい、じゃあ支援してもらうわ、うん、ちょっと霊が怖いから一人の部屋だとあれだから、ダブル、あれ部屋別々、いやー、もしくはベッドをめっちゃ離したダブル。だ、一人の部屋が怖いんです。とりあえずロビーに行こうか。はい。どう。短い。腹筋ダメだ、腹筋まだ。こんな笑うだろ。今度見て。起きろよ。おはよう。でも俺も彼女いるから絶対にね、そういうことはないし、俺もやっぱリスナーさんに手出したって言ったらこの業界で食えなくなるから、何にもないから、リスナーさん何にもないから、うん、何にもないから安心して。うん。私元カレが好きで。言って言って、どんどんそういうことは言ってこう。私元カレが好きで、うんうん。いいね。忘れられなくて1年ぶりに会ったんですけど、ずっと電話連絡は取って、あ、こっちかも。彼氏がさ、元カレが曲を作ってくれたんだよね。はい、私に。イメージソングを。君の、うん、真由美のイメージは、ドラム缶と、潰れたアンパンっていう歌詞で曲をイメージで作ってくれて。ラブソングでしょ。はい、ラブソング。ドラム缶っていうのは私の体型のことで、潰れたアンパンっていうのは胸の感触のことのらしいんですけど、でもそれは一回なんかへこんだんですけど、実は褒め言葉だったっていうオチなんですけど、ドラム缶と潰そう、ドラム缶と潰れたアンパン。君のイメージはドラム缶といっぱい来てる、笑うしかない。だからもうこういう体型だし見せられるもんじゃないんですよ。だから今ノースリーブになったのも腕、このタプタプを和道さんに見せるなんてありえなかったんだけど、暑すぎて、和道さんは暑いって言ってるんですけど、私寒、逆。和道さんは寒いと言っていて、私は暑いんですよ。本当かな、男と女なの。俺もさ、結構腕鍛えたから、ちょっと比べよう。いや、この、
構いい腕してるね。そう、横にして、横、グってやって、グって力入れて。これがマックス。いい腕してる。いい腕っていうか筋肉がないんですよ。うん、ただの振り袖なんですよ。うん、よし、続けようか。で、大切な元彼がいて。大切な元彼がいて、よりを戻したいってちょっと思ってて、ソフレ、ソフ、ソフレ、ソイネ、ソイネフレンドになろうと思って。え、元彼とソイネフレンドになろうとしたの？はい、セフレは嫌なんで、うん、だから、1年間体の関係も持たず、電話をしていて、私のために曲を作ってくれて、夜中に留守電満タンで5件とか。その曲今流せないの？ LINE とか入ってる。ちょっと探して、ちょっと。その、彼が作った曲、携帯に入ってたら聞きたい。なんかね、うん、いっぱい入りすぎて。いや、1曲でもいいよ、その、その曲を聞きたい。リスナーさんみんな聞きたいよね。その曲。これどうなんだろう。設定からの、うん、伝言メモからの、うん、伝言リストからの、あ、うん、あったあった、これ、うん、じゃあそれ流そうよ。そう、音スピーカーにして、うん、ちょっと音を聞くして。あ、画面は見せちゃダメ。音、音でっかくして、音マックス、マックス、マックスこの大きさ、はい、ボソボソ話す人だから、うん、あるんだけど、まあ、歌がね、入ってないやつかもしれない。そこの領域にとどまったら、またその上から見てる人が下に見て、これが満タンになりきって、リスナーさん聞こえない。そこの土台のところで、障害者がないかって、障害者特有のないし、ものすごい満タンになりきって、下にいる人はその上に引っ張り上げることとか、そうなるとその中間としてね、どっかで歌入ってる。これ、なんか歌入ってないバージョンかもしれない。自分の考えについて。とつとつと語ってるやつかもしれない。なんか言ってる。なんか怖い。怖くないよ。優しいよ。同類。あ、これ終わっちゃったじゃん。歌入ってない、これ。これ彼氏の語りだったね。メッセージ。あ、これかな。あ、これってさ、まあ、なんでからいいやなって、ごめんね。そう思ったのもあるな。あるなと思ったのよ。うん。何回言われたからさ、ごめん。うん、3人だよね。うん、あ、もう電話出なかった。ごめん。うん、また、電話してくれ。和藤さんが2人です。リストバンの子にして、ドン子に引かれ、リストバン。あ、切れちゃった。切れちゃった。うん。まあまあまあ、彼氏はミュージシャンなんだよね。はい。うん、オッケーオッケー。まあ、それはいいや。じゃあ、これはいいや。はい、うんうん。素敵な歌だったから。あ、うん、オッケーオッケー、はい。伝わったと思う。で、支援します。オッケー、わかった。じゃあ、あれだよ。あの、ね、何もない、何もないよ。うん、リスナーさんと配信者の関係だから大丈夫だよ。ね、みんなオッケー、オッケーだったらオッケーって言って。ダメ、絶対。みんながオッケーって言ったら、オッケー多かったらじゃあ、支援お願いするわ。はい、ちょっと今日ホテル泊めさせてもらうわ。ね、別部屋でね。はい。うん。ね、オッケーって来るかどうかだよね。うん。どうだろうね。オッケー出るかな。オッケー出た。ああ出た、うん。じゃあちょっとお願いします。じゃあ今日頑張ること。はい、いえいえ。お金だったらいくらでもって言いたいとこなんだけど、うん、2万しかないけど、うん。ありがとうございます。マックス出しますんで。はい。はい。はい。じゃあ行きましょう。はい。行きましょう。すいません、貧乏人で僕は。ええ、私も貧乏人ですよ。よいしょ。足は遅いからちょっと。あ、行ってて、うん、うん、先に。2万の部屋泊まれて、だってお金ないもん俺。食ってくの必死だ。月収15万だよ。ステッカー売ってるシール屋さんだから俺今。シールを売って生計を立ててるんだ。いや、何もないよ、今日は。ラブホじゃなくて、ビジホって言われた。ラブホは無理でしょ、さすがに。男と女が。男と女がラブホなんて、そんなのは、配信に載せていいわけがないんだよ。まあ、とりあえず、行きましょう。灰皿とか大丈夫？行こう。
じゃあ行こう。いや、ノンタンがいるよ、俺には。俺にはリスナーさんがいるんだ。彼女は震えが止まらないわけだから。なんでカラオケ見てんの？なんかカラオケの料金表見てんだけど。花火ありがとう、なおさん。やっぱ、いや、どうした？いや、うんうん、安いなと思って。で、カラオケも行かんと、ダーツだから、うん、ダーツバーがあるから、うん、そこに寝そべれんのかなと思って、うん、広いスペースが使えるのかなと思って、うん、あ、でも美女もね。あ、いやいや、ここ泊まる？かいほちゃん。いや、俺、ほら、外配信するから、うん、うん、あ、そしたらやっぱ美女の方がいいかも、うん、あ、いい、いや、だから、ほら、解散しようよ。いや、一人で入るのがダメ。え、ね、ほら、お金もないんでしょ、そんなに。いや、2万あります。うん、いや、ほら、でも2万って貴重な。いや、あの家に帰ればあるんで。家に帰ればあるの？はい。で、でもほらね、みんなほら、今不景気だから、日本は、うん、OK って書いてくれた人がいたから、その言葉に甘えて今回だけは、うん、あの、元彼が好きだし、うん、30万支援してエステに通わせて、うん、私と結婚したいって言ってくれてる人が今いて、うんうん、その人も間で揺れてるんですよ。そうだよね。和田さんはあくまでも芸能人であって、うん、あの、手の届かない人なんですよ、うん、だから、まあ、その人と、まあ、今日お会いしてるはいるんですけど、うん、あの、商品に手を出すなってよく言いますけど、うん、まあ、和田さんは商品なんですよ、いわゆる、うんうん、だから商品に対する購入者って言ったら変だけど、うん、だからお金を出すっていう。 なるほど、うんうん、お、うん、お金は。でも、あれだよ、ね、別々で大丈夫だよ。あ、別々。ほら、ホテルだったら一人で泊まれるでしょ。まあ、ホテルの部屋。ほら、ねえ、そう。ほら、満喫とかだから緊張するんだよ。ホテルで一人で泊まって休ん、ゆっくり休む。隣だったら平気かもしれない。霊が怖いんですよ。霊？あの、絵とか飾ってある裏に。霊が怖い。で、あの、ホテルの絵とか飾ってある裏にお札とかあるんですよね。知ってますか？いや、知らない。あ、だから、自殺した人とか、うん、そういうのがある場合、うん、まあ、余計じゃないけど、うん、で、素敵な絵が飾ってあるんだけど、実は、この部屋では何かあった。うん、ただ、うん、声が聞こえてくるとか、うん、なんか金縛りに合うとか。霊感とかあんの？ちょっとあります。あの、見えないけど、うん、感じますね、うん、いや、任せるよ、俺は。あの支援させてください。あ、わかりました、はい、うん、いいよ、先歩いてて、はい、ゆっくり追いかけるから、うん、これすっごいじっと見てたわ。めっちゃ見てたな、これ。めっちゃ見てたな。いや、もう俺、正直一人になりたいんだけど。いや、もうそういうのはないよ、添い寝とか絶対ないよ。だって彼女は元彼のことは好きなわけだし、俺だって彼女いるんだよ、うん、いや、俺はその雑談やりたいし、配信者だから今日全然トークできてないもん。明日リア凸町があるんだよ、俺は。
だからちょっと今日の放送1時間ぐらい一人で雑談やってね、一人で雑談をやって、で明日大宮に行ってリアドツ町っていうのが理想の流れなんだよ。ここで別れるのがでしょ。一人になりたいってずっと伝えてるよ俺は。うん、もみあげが長くてひげがタイプって言った。メガネフェチションも言ってたね。あれあれ北斗七星って8個あったっけ。あれ北斗七星って 8個、あれ8個見えるな。まあいいや、行こう。今川越、うん、うん、赤い星が見える、うんうん、ちょっと目悪くなって、パンチ打たれすぎたのかもしれない。じゃあ何が正解なんだよ。いやだから何にもないよ。だって別部屋取ってくれるって言ったんだから。うん。向こう。大丈夫？荷物持とうか？大丈夫？コロコロ重くない？大丈夫？うん。うん。でも結構体力あるんだね。ありますよ。ねえ、はい、ねえ。根性あります。うん。根性です。うん。だからよく和道さん、うん、気合だっていう。うん、気合だよ。はい。頑張ってればねえ、いいんだよ。ララさんいらっしゃい。もしよかったら皆さんフォローしてください。赤だけど分かった。うん。キャッシュな体でさ、赤、あ、いや赤だから、いや赤だから。ねえ。あ、危ない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 。危ない。早く渡るか。そこ止まったらダメ。そこ、引かれるから。赤だから。うん。すいません。ごめんなさい。なんで赤で？なんでガン虫なんだよ。なんか踏切めっちゃ似合うな。なんか踏切めっちゃ似合うな。なんだろう。もうちょっと左側歩いた方がいいよ。引かれちゃうから。うん。ちょっと左側歩こう。取ってから自分の幅が分かんなくて、うん、なんかあんまり端っこって見つかるっていうのが、うん。こんばんは。いや赤だから、いや赤だから、もうちょいもうちょいって、赤だから、赤だから、うんうん、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、うん。いいよいいよ、ローソン行く。
俺外で待ってればいい？はい。はい。いやーもうマジで俺配信業なのに雑談できねえと全然稼げねえんだけど、マジで俺配信業だからさ、雑談やりたいよ。だって雑談やらないと俺花火上がんないんだもん。いやさすがにこれ困るって、さすがに困るよ。だからホテルで雑談やる感じでもいい？ちょっと稼ぎたいから。ホテルで雑談してもいいっすか？ちょっとこのままだとだって食ってけないもん。家賃払えなくなっちゃうよこんなの。いやスパッと言ってるけどさ、何買ってんだろう。飲み物とかじゃん。なんか喉乾いたってジュース持ってないって言ってたから、喉乾いたから多分ジュース買ってるんだと思うよ。雑談やるよ、ホテ雑するよ。いや別の部屋取るって言ってたよさっき。別々の部屋取るんでホテル泊まりませんかって。俺はドリンク買おうかな、ドリンク買おうかな。ちょっとドリンク買うわ、俺もドリンク買うわ。何飲もっかな、何買おう。ジュース、いけ、ペットボトル。何飲もっかな。レッドブル。袋いらないです。はい、320円でございます。1000円でお願いします。シートもいいです。はい、ありがとうございます。またお越しください。あ、なんか俺店員さんにオラつくのってすごい嫌で、店員さんにオラつく人いるとなんか連れの女の人とかが恥ずかくじゃん。だから母親にそういうのはやめなさいって。あの、あんたが恥ずかくのはいいかもしんないけど、連れとか周りの人が嫌な思いするからそういうのはやめなさいって言われた。親父もそういう人だったし、あと女の人と会うときはシャツを着なさいって言われた。お疲れ、金山さんありがとね。いや、大衆とかそういうのは全然。そういうなんか匂いとかさ、その、は良くないよ、そういうの。そうそう、飲食店とかさ。ビジョコのチェックアウト10時。あ、ありがとう、ヨキさん。まあでも、それでもね、7時間ぐらいは寝れるから。ちょっと疲れてるから寝配信になったらごめんね。じゃあ、KP。あ、あとアイテムありがとうね、誰か。ごめん、ちょっと、レジ払ってたから、あれだけど、アイテムくれた人ありがとう。
KP。 KP、 おお、ビールありがとう。ビール久々見た。ビールまだあるんだ。いや、匂いとか良くないよ。その女性のとかさ、やめようよ。そういうのは良くない。だって付き合ってた人の悪口とかやらない？誰々はこんな匂いしたとかなんだとか。多分見てる方も気分悪いと思うよ。うん。飲み物買ったの？マロンさんの。あ、本当にありがとう。グリーンスムージー大丈夫ですか？グリーンスムージー？はい。か、うん。カフェラテ？あ、カフェラテがいいかもしれない、俺。はい。うん。スムージー、あ、後で、あ、俺も買っちゃったから、後で。はい。うん。うん、あ、もう今日ずーっと、インタビューはしてるよ。うん。うん、行こう。確かこの辺っていうか、さっきの庄屋の手前。庄屋？庄屋あったの、飲んだところってどこですか？向こうだよ、全然。あれ？逆、逆。だって駅だもん、こっち。だから、左の方だよ。うん。スムージー、俺ね、グリーン系が苦手なんだよね、ちょっと。包装の匂いとか、ハーブティーとかも飲めないの。ジャスミンティーとか。そういうのも苦手。方向合ってます。方向合ってると思うよ。西口の方に、なんか庄屋のところにビジホがあったんだって。あ、危ないから渡っちゃおう。はい。今タクシー来てるから。はい。とりあえずタクシー乗ってビジネスホテルどこですか？え、だってもうすぐでしょ？庄屋。そこで？うん。庄屋の手前にあったと思う。手前？うん。ミニワードを消します。ミニワードを消します。通報？何、通報ってどうしたの？あれ、駅の反対側来ちゃってんじゃない？こっち西口だよ。東口反対側だよ。うん。だから、こっち側まで来ちゃったんだよ、多分。うん。あれ？俺さっきと違うよね。さっきいた方反対側だよね。あれ？線路の下くぐったから。だよね、線路渡ったから向こう側行かないと。タクシーじゃなくていいよね。どっちでもいいんですよ。うん、歩こう。祝電披露。あー、そっかそっか。あー、めんどくさいな。あー、ありがとう、困ったさん教えてくれて。祝電が来る可能性があるのか。祝電？そう、違う、お店配信してると、ホテルとかに電話来ちゃうから。あ、そうなんだよ。だから、やっぱり無理だよ。うん。ほら、そうそうそう、ホテルとかに迷惑かかっちゃうから。そうだよね。これ無理じゃない？やっぱり。そう、祝電、俺配信者だもん。祝電ガンガンなるでしょ？多分。そしたらお店に迷惑かけるから、ここで解散だよ、やっぱり。
だよね。いや、今日、祝電になったら、ほら、営業妨害になっちゃうから、俺、ビデオ個室あるから、ここ泊まれるじゃん、ほら。これ、女でも泊まれますか？これ、女の人は泊まれないと思うよ。いや、多分、平気だと思う。こんばんは？そうだよね。いや、ねえ、いろんな人いるからね。祝電来ちゃうよ。あ、じゃあビデオ個室泊まります。ビデオ個室は男の人が泊まるもんだよ、これ。いや、女の人も泊まれるって聞いたことあります。いや、女の人だって AV とか借りてオナニーするところだよ、ここ。あ、そうなんですか。でも女の人が、俺ビデオ個室に入る、そんなタイプもいるかもしれないし。いや、はい、ビデオ個室？なら、変な目で見られても一緒に入れるんで、とりあえず一人はマジでダメなんで受け付け。あ、だってもうビデオ個室って言ったら俺別のところ泊まるよ。あー、でもそうするとな、一人だからな。とにかく一人で受け付けができないんですよ。受付？とりあえず歩こうか。カードもあるから大丈夫だ。反対側、階段になっちゃうけど、はい、大丈夫、持つよ。気合です。大丈夫。いや、持てないでしょ、俺担ぐよ。服落ちたよ、服脱げちゃってるよ。あ、いいよ、持ってるから。大丈夫？はい。これで左の筋肉がちょっと大丈夫かし。切っちゃいますね。じゃあ、チェックアウトまでとかじゃダメなの？チェックアウト？受付俺一緒に行ってあげるよ。チェックイン、チェックアウト。あ、チェックイン、チェックイン。いいか。部屋と別で隣とかだったら安心なんだけど。大丈夫？あ、これ運動のハーハーです。あ、分かる、はい。受付だけだときついかもしれない。興奮のハーハーって言われてる。違う。運動はハーハー。金曜のビジホは空いてない。まあ今日金曜だもんな。いや、もうね、俺リスワン狙うのやめた。正直そういうのはない。あと今日ね、生理なんですよ。だからそれがありえない。え、何？今日生理なんで、まずそれがありえない。今日私、それはありえないって。生理なんで、変なことはまずありえないだよね。それはだって、はい、もうずっと説明して。生理なんですよ。で、元彼がいて、
それと同時に、うん、今、うん、30万支援してエステで痩せて綺麗になって、うん、俺と結婚しようって言ってくれる人がいて、うん、その狭間で揺れてるんで、うん、和道さんのことはあくまでもファンであって、うん、分かる分かる、いやみんな分かってるけど誤解してる人がいるんだよ、リスナーさんの中に。嘘、うん、マジで誤解、本当今日整理なんでまずありません、うんうんうん、ねえ、そんなこと全然ないのにね。ありえない。ありえないよね。大丈夫だよね。ありえないし。うん、マジありえない、うん。なんか誤解してる人がいるんだよね。うん、なんかやっぱりさ、その、なんかね、リスナーさんはそういうさ、あ、ベータ使っていいですか？え？ベイパー、エレベーター？夜中やってる？止まってるんじゃないの？あ、来た。あ、繋がってる？俺電波がないから俺階段で下降りるよ、じゃあ。はい、下で待ってるね。はい、うん。マジで大変だなぁ。階段はどこだ？階段、うん、あ、トイレ行きたい、もう限界、もう休みたい俺。いや、エレベーター入ると電波止まっちゃうんで最悪配信切れちゃうんですよ。もう配信者あるあるですよ、こういう悩みは。電波と電池がなくなったら俺ら終わりだから。川越っす、よくわかりましたね。うん。ね、リスナーさん。リアトとしてきたリスナーさん。いや、なんもないよ。言っとくけど。なんかみんなが思ってる神回とかありえないよ。リスナーさんだから。ただの。ただのリスナーさんだから。うん。違う、痩せたら結婚してやるよって言ってる男の人がいて、30万払うからエステ行けって言ってるの。俺と結婚するならエステ行って30キロ痩せろって言われてるの。じゃあ誤解、それは。で、向こうが庄屋だよ、そこが庄屋。はい、庄屋の手前にありますか？庄屋の手前？ビジネスホテルって書いてあった。それはカプセルホテルじゃないの？カプセルとビジネスは違うんですか？それカプセルホテルだよ。カプセルとビジネスは違うんですか？全然違う。別？全然違う。くつろげない、あのね、狭い、カプセル、それね、あれでしょ、あれカプセルホテルじゃなかったっけな、わかんない、行ってみようか、とりあえず、はい、うん、カプセルホテルだったような記憶があるんだよな。多分カプセルホテルだと思うよ。カプセルホテルも女の人ダメだよ。え、うん、え、でも大阪で泊まったことあります、カプセル、はい、うん、男女3人三角公園近くの、うん、あの東亜流がある、たこ焼き屋さんがある方の三角公園、うん、南にもあるらしいんですけど、カプセルは多分女の人ダメだと思う。あ、大丈夫だったんだ、ていうか、まずカプセルホテルも、もし仮にカプセルホテルだったら、はい、あの配信ができないから俺はダメよ。仕組みが分かんないんだよな、違いの。あのカプセルのホテル、要はカプセル電波が届かない、いやもう喋れない、喋れない、要はカプセルがバーって並んでて、じゃあタクシー乗って、うん、タクシー乗る、ビジネスホテル、うん、あそこでしょ、そうそうそう、あそこさっき会ったところでしょ、はい、2人で見たところでしょ、はい、あれカプセルホテル、あ、違うんだ、種類が、うん、
じゃあタクシー乗りましょう。タクシー乗ろうか。はい。タクシー、あ、タクシー乗ればどこだ。すいません。乗ります。すいません。乗ります。違うのかな。向こう行かないとダメ。向こう行こう。トイレ行きたい。すいません。乗り場向こうだって。うん。向こう、え？やばい。眠い。いや、もう駅が閉まってる。うん。前、うん。順番がある。ありがとうございます。あ、コンコン、うん。俺は大丈夫。俺荷物乗せるから中に。あ、はい。うん。いや、怖くて帰れないんだって。うん。お化けが怖くて帰れない。大宮、明日ですね。ごめんなさい、アリスさん。明日、リアドツマチでやります。はい。はい。あ、大丈夫です。お願いします。うん。ごめんね。この辺で、ビジネスホテル、カプセルホテルじゃなくて、ビジネスホテルありますか？ちょっと遠くてもいいです。いや、多分その辺にあるんじゃないですかね。いや、あとわかんないですね。その辺でもその辺まで行ってもらえればいいですか？ただカプセルじゃなくて、あくまでもビジネスホテル。ビジネスっていうんだかわかんないですけど、はい、なんか泊まれるホテルであれば、はい、高くてもいいです。カードで払えれば。とりあえずホテル。あ、タクシーカード払いできますか？現金ですか？まあ、カード払いですか。ありがとうございます。ありがとうございます。助け降りるよ。はい。うん。
ベースホテル。あとはですね、東武ホテルさんとか、東武ホテル。クルージュさんって、駅の方は。クルージュ、はい、そうですね。駅、はい、駅か。もう一回タクシー乗りますか。駅歩いてすぐだよ。あ、じゃあ。領収書もらっときました。あ、大丈夫大丈夫。うんうん、うん、トイレ行きたい。左じゃないかな。わかんないけど。左？うん、そっちでしょ。今日もう閉まってた、ここ。大丈夫だから安心だった。うん。しっこしたい。Wi-Fi 電波が弱いから配信切れちゃうの嫌だから。ねえねえ、解放。なんかね、まだね、襲われるとか言ってるからちょっと説明してあげて。襲われないって。今日どんな日か教えてあげて。生理です。うん。ねえ、絶対大丈夫だよね。生理なんで、絶対大丈夫だし、うん、私好きな人がいます。うん。それも二人の狭間で、揺れてるんですよ。うん。だから大丈夫だよね。うん。OK、ありがとう。やっと納得してくれた。うん、よかった。行こう。うん、いや、歩こう。向こうでしょ。行こう、とりあえず、おしっこ。さっき、ロープでトイレ行きました。あ、いいよいいよ、行こう。とりあえず歩こう。もう。行く？うん、うん、わかんない。もう、とりあえず歩こう。向こうでしょ、駅の方。やべえ、おしっこ漏れる。マイクおかしい？音おかしい？みんな。音おかしかったら手挙げて。大丈夫。ありがとう。ああ、おしっこ。膀胱痛え、マジで。大丈夫。うん。俺やっぱカプセルインって書いてあるから、カプセルホテルだよ、これ。おしっこ。ちょっとトイレ行ってくる。うん。トイレ行くから切るよ、一回。映像と音声。
わかんない、全然。俺、初めて来る街だから。ただいま。東武ホテル。ちょっと高めで、うん、それだいたい1万円近くに来てるんだから、おう、やっぱり川越に4、5万、1泊4、5万のホテルないと思うわ。分かんない、うん、スイート泊まれるわ、4、5万、うん、大の字で、うん、あれホテルって書いてない、あれココズホーズ、でも閉まってるよ、あれ完全に閉まってる、もう、あー、うん、東武ホテル、第一ホテル。東横インあるかな？わかんない。リスナーさんがなんか教えてくれてる。そこ行くか、そら。163なんだ。
らの、一緒です。はい。あ、すいません、申し訳ございません。こちらのお客様で最後のまでやってしまいました。なんかどっか。すいません、ちょっと。もう帰りたい。もうきついって、もうきついって、もう勘弁してよ。もう帰りたいよ俺。もうきついってマジで。もうきついよ、もう。もう勘弁してマジで。もう限界マジで。いや、もう解散にしよう。もういい。もう無理だって、俺。限界だよ、こんなの。もうきついよ。いや、もう解散する。もう言う。解散しようって。もうさすがに無理。初見さんありがとう、まこさん。ありがとうね、花火。もうきついよ。もう今日は解散するわ、ほんとに。もうきついよ、ずーっと何時間この状態よ、もう。もう無理よ。持たないよ、体が。俺もだって配信業成り立ってないもん、こんなの。ああ。いや、もうホテル2軒行ってるんですけど、満室って言われてるんで。金曜っすもん。うん。今日はもう解散でいいよね。解散しよう、とりあえず。うん、はっきり言うわ。これはもう無理よ、この状況は。部屋ないって。もう、ぐだぐだすぎるって。いくらなんでも。いや、そういうねとか無理よ。無理よ、そんなの。別の部屋取るっていう約束で、そういう風になってるわけだから。いやー、今日の配信面白いぞ、じゃない。もう疲れたよ、俺。きついって。だからさ、うん、ありがとう、クマポロンさん。いや、もうさすがに俺悪くないでしょ、今日は。さすがに悪くない。別に彼女が悪いとかそういうことじゃないんだって。俺トレーニング後なんだって。で、今日もうゲロ吐くまでやってんのよ。いや、どこに行くって問題じゃなくて、もう一人になろう、とりあえず。うん。ありがとう、ララさん。とりあえずもう解散しよう。無理よ。だって、満席ですって言われてんのに、受付のロビーで、怒っちゃってんだもん。受付のロビーでさ、もう、なんか、どうにかなりませんかって言っちゃってるんだもん。いや、海宝さんは別にリスナーとして付き合ってるよ。その怒ったりとかじゃなくて、今日は解散しようって。今日は解散しようっていうだけだから。もうロビーと交渉始まっちゃってるもん。別に手放すとかどうこうとかじゃなくて、俺の、海宝ちゃん。海宝ちゃん、今日さ、
タイミングが合わないんだよ、こういう日って。だから今日ここで解散にしようよ。なんか、うん。え？ラフならあるっていうの。ちょっと待ってね。うん？どうしたの？え、ごめん、聞こえなかった。うん。ラブホならあるって言われた。ラブホ？なら、うん、空いてるんじゃないかって言って、地図までも。いや、でもさ、ほら、もう、タイミングがあるじゃん、こういうのって。うん。うん、だからさ、今日はさ、もう始発近いしさ、解散にしようよ。ね。一人か。一人ごめんなさい、マジダメです。ん？一人はマジで怖いです。うん、夜が明けるまでは、空が視野見始めるまでは夜なんで。うん。で、ちょっとこっちの方行こうか。うん。いや、でもね、今日金曜日の夜なんだよ。だからラブホの方が空いてないって。ビジホとか普通のホテルで空いてないんだから。だから、無理よ、どっちにしろ。で、もう俺もヘドヘドになっちゃうからさ。うん。え、ワトさんどこ泊まるんですか？どこ泊まるか自分で探せよ。マジ一人がダメなんで、だからワトさんの別室？うん。いや、別室っていうかさ、大人だからさ、今日はここで解散しようよ。いやー、ごめんなさい、大人なのに一人がダメなんですよ。わかるけど、でもさ、俺、かいほうちゃんのさ、面倒を最後まで見ることできないよ、やっぱり。練習とかもあったりさ、うん、配信続けてるわけだからさ、うん。うん、全部面倒見てあげることはできないからさ、俺。うん。うん、今何時ですか？今ね、3時21分。3時か。うん。24時間のファミレスとかあるかな。うん。24時間のファミレス見つけて、送ってもらってもいいですか？いいよ、じゃあ、24時間のファミレスを探せばいいの？はい。うん、オッケーオッケー。はい。じゃあ、探そうね。駅の方行こう。はい。うん。うん、ファミレスだったら一人で大丈夫？始発。うん、わかった。人がいっぱいいるから大丈夫。うん、オッケーオッケー。うん、大丈夫大丈夫。いや、たまたまほら、金曜日だったからタイミングが合わなかっただけだから。ね、うん、だから大にぎわいな日に予約しちゃったんで。ごめんね。土曜日じゃなかったっけ？今日明けて土曜日だけど、ほら、夜的には金曜の夜だから。あ、ね、だからラブホとかも空いてないし、うん、ほら、かいほうちゃん可愛いから、ほら、それ、ね、リスナーが手出したとか手出してないとか揉めるのも困るから、かいほう、うん、まあまあ、でもほら、誤解するリスナーさんもいるから、あんな可愛い子に手出しやがってんだから、なるから、でもみんないい人いい人って言ってたし、で、かいほうちゃんも配信者だからね、うん、その辺やっぱアイドルだから。アイドル？ただのおばさんですよ。すいません。ただの43のクソババアです。ガストどの辺にあるかわかる？誰か。ガストどの辺にあるんだろう。ガストどの辺？何口？駅前に？駅前行こうか。はい。うん、行こう。大丈夫？疲れたよね。疲れない。うん。ダイエットだから疲れない。うん。試合。うん。ありがとうね、リアトツ来てくれて。いや。うん。うん。西口のマックのそば。今が東口か。また階段登んのか。データ使えば。うん。
ごめんね、最後まで付き合ってあげられなくて。こちらこそ申し訳ない、貴重な時間をなんか、うん、ね、お化け、43になる、ね、うん、ババア、クソババアが、うん、お化け苦手って何だよって話なんですけど、うんうん、やっぱお化けはダメなんですよ。大丈夫、はい、明るいところだったら大丈夫でしょ。あ、はい、うん、ファミレスだったら一人一人ですね、やったことあるんで、うん、ここ右行こうか。あー違うか。あーごめん、間違えた。いいよ、まっすぐでいいよ。まっすぐでいい。ここまっすぐ。大丈夫？はい。うん。これはずれたんで。うん。あ、大丈夫ね。うん。ここ右、ああ、まっすぐでいいや。うん。大丈夫？はい。うん。ちょっと枠またぎで次枠になっても OK ですか、皆さん。もしよかったらフォローしてください、次枠見る人。枠またぎになっちゃうと思います。この続きはまたふわっとすぐ枠開くので、見に来てくれる人フォローできたらお願いします。うん、ありがとうね、みんな遅くまで。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。あ、大丈夫、大丈夫。今も配信してるよ。4時間までできるから、ふわっちは。うん。1回50円かかるから、はい、4時間やると350円かかるの。うん。ふわっちは安いよ。ニコ生だと高いけどね。じゃあ俺ちょっと電波なくなるから階段で行くね。はい、うん。いやー、もう解散する約束したから、約束だから。うん。ファミレスまで送るっていう。いや、絶対ない、それは。ファミレスで終わりって、ね。今日はリアトツ終わりって。あー、めちゃめちゃ首痛い。首と肩めちゃめちゃ痛い。いやー、もう無理無理無理、一人になりたい。
俺はどこ行くかじゃなくて、とりあえず一人にさせて。リア突4時間は長いよ。いやもう今日吐くまでトレーニングしたから、あれどこだろう、あれいない、いたいた。向こうの方にガストあるみたいだから、ガストがあるって。うん、もちろんもちろん行こう。うん、あ、とりあえず歩きながら行こう。うん、首バッキバキ。うん、うん、大丈夫大丈夫大丈夫。延長ね、4時間までしかできないから、次枠行きます。うん、次枠行くんで、また見に来てください。フォローよろしく。で、続き見る人はフォローお願いします。じゃあ皆さん、お疲れ様でーす。みんなお疲れ、ありがとうね。アイテムたくさんありがとう、みんな。お疲れ。ただいまですね、2017年6月の明けて3日ですね。3時32分です。ポツでーす。ガストは、ガストどこだ？ガスト。ガストどこだ？駅前のすぐ地点をこういう風になるんですね。ガスト、ガスト。ガスト。ガスト。ガストどこだよ。ガストどこだよ。ガストがねえ、どこだ。ガスト。ガスト。ガストどこだ。あった、ガストあった。ガストあったよ。あった。うん、ちょっと待って、あそこに見えるでしょ。あそこにいよう。ちょっと待って、今枠終わるから。あ、充電切れるわ。え、充電器。うん、大丈夫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 。とりあえず行こう。うん、時間がないからさ。うん。ここに、うん。サインとツーショットを。サインとツーショット、いいよ、いいよ。ツーショットしようじゃん。はい。うん。写真だよね。うん。よいしょ。荒野に書いてもらったやつ。うん、サイン、サインとかないよ、俺。いや、いい、あの、うん、フルネームで。うん。サイン書けばいいの？はい。うん。どこに行けばいい？ここら辺？うん、大きく。大きく。うん。デカデカで。うん。で、日にちと、まゆみちゃんへ、まゆ、うん、解放、かっこまゆみちゃんへ。うん。今、配信大丈夫ですか？今、つけてるよ。綺麗。字が。うん、わあ、習字やってたでしょ？やってない。え、嘘。うん、
2017、6月の3日だね。今開けて。開けて3日。2日がいい ?3 日がいい2、3。2から3と。はい。あ、いいですね。うん、で、まゆみ。かいほう。うん。かいほう。かっこ。かっこ。まゆみ。まゆみ、かっことじ。え。ちゃんえ。ちゃんじゃなくていい。あ、入れちゃった。え。これで OK?OK、OK。はい。ツーショット撮る?はい。うん。はい。ありがとうございます。うん、はいよ。うん、よいしょ。ひらがなで解放っていう固定版なの。ふわっちの配信者。固定版って何ですか？固定ハンドルネームだから、あのふわっちの名前のこと。名前なんだ。自分の名前。固定版ってなんか。固定版っていうのみんな。料理の。ステッカーもういただいてますよ。うん、料理のヘラのことだと思いました。料理のヘラじゃないよ。写真撮ろう。名残惜しい、名残惜しい。ごめんね、最後まで付き合ったんじゃないの。カメラ、あ、カメラこれか。そう、インカメで。インカメになってるね。うん、こんな感じ？あ、ちょっと。うん。もう一枚撮ろうか。はい、グレーと。はい。はい。はい。うん。オッケー、2枚撮ったから。あ、うん。ありがとうございます。もうガストだったら安心なんで、うん、ここから、うん、そこにあるから、はい、ガスト。行きました、うん。ありがとう。今日はありがとうね。遅くまでお疲れ様。ありがとうございました。うん、ありがとう。うん、また、うん、あの、うん。ご迷惑かけて申し訳なかった、ね。うん、とんでもない。あとね。うん。よいしょ。さっきタクシーに置いてっちゃって。うん。あ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。いや、重くなっちゃうから。タバコも買ったの。タバコ買ってくれたの、ありがとう。うん、タバコ2個。うん。と、うん、森永コーヒー。森永コーヒー、ありがとう。うん。うん。これ一緒に入れて。うん。ありがとう。うん。じゃあ、気をつけて帰ってね。はい。うん。大丈夫です。ありがとう。ガストだから大丈夫です。大丈夫。はい。うん。よかった。じゃあ、お疲れ。はい、お疲れ様です。おやすみ。ありがとうございます。うん、ありがとう。よいしょ。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、はい。うん、ありがとう。気をつけてね。はーい。お疲れ様でーす。始発何時だろう。お疲れ様でーす。始発を待とう。やらちなんてそんな悪い言い方は良くないよ。リアトツしてくれたんだよ。おかげでさ、リアトツ1万人の旅の人数1人カウントさせていただいたから今、1万人のうち73名です。ありがとうございます。ふわっちの配信者の海宝ちゃんでした。どうしよっかね。4時、池袋方面4時50分、大宮でリアトツどうしよっかな。ビデオ個室行くか。ビデオ個室って話せる？会話できる？無理だよな、ちょっと。うん、大丈夫だよ。いや、ちょっと寝たいな。満喫だと喋れない。できる？ビデオ個室。いやー、配信って大変だよね。満喫は喋るのは無理だと思う。うん。ヒカルくん、できる？大丈夫？うん。うん。大丈夫かな？できる？まあ、寝たいけどな。どうしよっかな。ちょっと座って考えよう、一旦。金井さんいらっしゃい。ひそひそ声になるよね。あ、じゃあいいや、ちょっと雑談したいから俺、ベンチで雑談するわ。うん。ベンチで雑談するわ。ちょっと休もう。
花火ありがとう、ハッピーハッピーさん。ありがとう。アイテムありがとう。うん、おやすみ、若菜ちゃん。ありがとうね。もしよかったらフォローしてね。一回雑談しよう。雑談がおろそかになってるから。ああ、重い。トレーニング後だから体がギチギチだ。どこやったかな。まず携帯の充電もしないと。携帯の充電。充電し。携帯の充電。お疲れ。疲れた。やっぱトレーニングきつかったよ。便所さんのトレーニングめちゃめちゃハードだったわ。やっぱ本格的にやってる人は全然違うね。ちょっと初めてのね、リスナーさんわからないと思うんで説明します。捨て頃と言ってですね、便所太郎さんが主催する6月10日に、試合に出ますので、もしよかったら放送フォローしてください。よろしくお願いします。6月10日、試合に出ます。よろしくお願いします。対戦相手はテルチャンピンです。デザリングできないならもう1台持った方が、何を？デザリングできるよ。だけどね、ゼザリングの電波が弱いんだよ。うん。あー、なおさん、お疲れっす。どうもどうも。お疲れ様でーす。あー、危ない危ない。ちょっと疲れたね。どうしよう、明日の大宮の配信、おー、ありがとう、なおさん、いつもありがとう。ありがとうございます。福山通運って懐かしいな。あのね、福山通運って物流の会社なんだけど、倉庫で派遣で働いてる時よく利用つうかね、福山通運さんよく見たよ。福山通運って一般的に有名なのかな。成田でね働いてる時、空港貨物で働いてると福山通運が結構でかい会社で、懐かしいな。地元成田だからさ、もうなんかすごいね、ピーチクバ。夜が明けるんでしょ？明るくなってきたから。福山通運は地方でも有名なの、結構。まあ、運送会社だから全国にあるんだろうな。丸福って言うんだ。これあんま物流とか詳しくないからさ。学のない人間だから、間違えてたらごめんね。雑談できる力、いや違うんだよ、雑談やらないと寝れないんだよ俺。もう癖になってて、だいたいね、もう配信歴4年なんだけど、多分1日平均10時間ぐらい配信やってきたから、喋らないと寝れないの、落ち着かないの。逆だよ。東金出身なんだ、近いっすね。俺成田。この前あれだよ、鮫島さんとあそこ行ったよ、活魚。いやいや、もうないよ、ないよ、豚さん。定年人の動画の時と雰囲気違いますね。そう？あんま自覚はないんだけど、よく言われる。もうだって定年日の時なんか2年ぐらい前じゃないの。結構前だぜ。定年日元気にやってんのかね。最近全然声聞かないけど。私埼玉だから福山通運よく見る。あ、関東では、あ、も
しもーし。もしもし。あ、解放です。うん、お疲れ様。どうした？あ、今ね、無事にガストついて、くつろいでいます。あ、そうなんだ。あの、無事に着きましたので、一応ご報告だけしようと思いまして、お電話させていただきました。あ、そうなんだ。うん、よかったよかった。うん。はい。ありがとうね。ありがとうございました。はい。じゃあ頑張ってください。頑張ります。じゃあ配信見まーす。はい。はい。はい。ありがとう。はい。ありがとうございます。失礼しまーす。日通黒猫佐川福山西のがわかんないな。西のは初めて聞いた。カボさん福山結構じゃでかいんだね。うん、こ公園外外外みんなコメント消しなさい。どうしたの。うん、お疲れー、お疲れっすー。うん、今さ、海宝ちゃんの声ってダブって聞こえてた。そのオーディオインターフェースなしでやったから声普通に聞こえた。どうだった、どうだった、ダブって聞こえなかった。大丈夫、声音って読むんだ。ちゃんと聞こえた。海宝ちゃんの声ダブって聞こえてた。普通だった。よかったよかった。ドーナツありがとう。今日リスナーさん増えたかな。大丈夫かな。どんな感じなんだろう。ふわっち、あ、まあ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 10人ぐらいだが普通だね。普通に増えた感じだね。なるほど、こんな感じか。おう、達彦さん、いやーもう今日吐かされたよ、俺、弁当さんに。超きつい体育館。野宿っていうか、もうこの後、ビデオ個室入ろうかなと思って。シャムロースさんありがとう。お疲れ様。花火ありがとう。いや、優しいっていうかさ、俺にとってはさ、ほら、なんだろう。リスナーさんに飯食わせてもらってる身だしさ、結構遠くから来てくれんだよ、みんな。嬉しいんだよ、それが。まあ、ちょっとね、長すぎたから、あれだけど、ごめんねって言って、申し訳ないことしちゃったけど。今日は練習後なんで疲れましたね。練習で結構へばってて、本当はちょっと飯食って解散する予定だったからさ。まあそうだよね、普通リアトつってそんな感じだもんね。ちょっと飯食ってじゃあお疲れっすっていうノリだったから。全然いい人だよ、海宝ちゃんは。うん、キャラ尖ってるし。海宝はね、川口って言ってたから反対方向らしいよ。俺は土地勘がないからあれだけど。明るくなってきたな。うん、配信業って結構大変よ。うん。やっぱさ、いつも言うんだけど、食えるようになったの、もう3年半ぐらいからだから、俺、7月で、あと1ヶ月で配信4年終わって5年目に入るの。食えるようになったのこの半年だもん。それでも月収15万だよ。うん。だから全然割に合わないよ。普通にバイトしてた方がいいんだよ。バイトできたりとか、社員ができたりとか。普通に勤められる人は勤めた方がいいよ。配信業って言っても小杉みたいなもんだからさ。人様からさ、アイテムもらって生活してんだから。寝ないのですか？寝る寝る。ただ、ほら、雑談聞きたいって言ってた人がいっぱいいたから申し訳ないでしょ。ふわっち来てからだね、食えるようになったのが。その前から、ちょっと3万とか7万、いい時で7万いったかな？とかあったけど、ふわっち来て、YouTube の収入が、動画の再生数で、まあ、1万5千円とか1万円とか、悪い時で8千円とかだけど、それでもでかいじゃん。
で、リスワン取って1万円だから、それ2万円になるでしょ。で、グッズの販売、T シャツとかがだいたい2万円とか売れるから4万でしょ。で、プラス、ふわっちの収入が15万ぐらいだから、20万いかないぐらいかな。まだまだだよ。だって、ヒカルくんなんかさ、あ、ハートありがとう。ハートありがとうね、みずきちゃん。うん。まあ、それはあるよね。頑張ってきたのは無駄じゃなくて、全部積み重ねだから、ふわっち来ていきなりボンって言っても無理よ。閲覧が増えて食えるってわけじゃないのは、ふわっちのさ、リスナーさんなら知ってるじゃん。あくまで、少数でもいいから、ファンがいるかどうかなんだよ。そう。で、ね、ぶっちゃけた話で、アクティブ20とか30とかでも、何百万も稼いでる人いっぱいいるじゃん。うん。おい、かよこちゃんいらっしゃい。ありがとね。お疲れ様。こんばんは。うん。まゆみって名前でやればもう、かいほうって覚えづらいよ。お花火ありがとう、かいほうちゃん。まゆみでいいんじゃん、もう。俺、まゆみの方が覚えられると思うよ。うん。初見さんいらっしゃい、よこちゃん。だドン・コニシってね、コメントあったから、コニシ・マユミでいいじゃん。コニシ・マユミ、よくない?みんな。ねえ、クラインさんとか全然食えてるし。おー、ダンボール久しぶり。元気?もう一週間だよ。うん。そうそうそう、ごめん。話飛んじゃったね。バンちゃんありがとう。戻してくれて。軌道修正ありがとう。あのね、ヒカルくんとかステッカー販売半年で、ステッカーだけで、いくらいったと思う?ステッカー半年間の売り上げ。350万だったよ。すごくない?ステッカーだけで350万。すごいよ。普通のサラリーマンより稼いでんだもん。うん、ここの小手判明は本当にみんなセンス。多分ニコ生系の人が多いからな、それは。うん、俺ね、タチュヒコもね、タチュヒコに変えた方がいいと思う、正直。東京先輩、大阪先輩、タチュヒコって変えすぎだから、今後配信やってって知名度上げていかないと捨て頃出れないじゃん。あのね、一番いいのはね、大阪先輩でも絶対変えないこと。なんでかっていうと、SEO って言って Google で検索したり YouTube で検索するから、俺も設定するの困るんだよ。だからね、もう大阪先輩に戻した方がいいよ。で、みんなから愛称でタチュヒコって呼ばれるのはいいかもしれないけど、ウェブ上には大阪先輩で残した方がいい。もう絶対変えないこと。俺も和道って名前変えたいけど、結局変えてないもん。うん、この人の配信応援したいです。そう思われたい。あのね、どう思われるかは狙っちゃダメだと思う。配信者は。配信者にそんな資格はないんだよ。うん、そうじゃなくて、何ができるかなんだよ。何を表現するのか。で、ぶっちゃけた話、水木ちゃんこれから有名になってくるから、タヌキで叩かれたりもするんだよ。アンチコメントも来るようになるの。今、ドレさんはそれ戦ってんのね。最初は、囲いしかいないんだけど、アンチが絶対増えてくんの。で、それは避けられないことだから。だから、どう見られたいとかじゃなくて、自分がどうやるのかじゃなくて、どうあるのか。うん。何を配信し続けるのかだけできるから。そこにこだわり持ったら配信者だよ。うん。そう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 、来るでしょ?アンチコメント。で、それをなくそうなんて無理なんだよ。絶対にいなくならないから。だからアンチが増えたら有名になったんだな、私ぐらいに思えばいいの。で、そうじゃなくてファンは必ずいるから、ファンに向けてちゃんと放送やってれば伝わるよ。うん。ダンボールはね、いい名前だと思う。サムネイルとダンボールは当たりの名前。正直。ダンボールはダンボールでいいと思うよ。いい名前と悪い名前あんのよ、ネットの中には。正直言うと、和道は外れ。和道を定着させるまで本当に大変だった。うん。だから今考えたら、ベギラゴン高光とかの方が良かったよね。うん。メラゾーマ島津とかさ。メラゾーマ島津だったら売れてたよ、俺、多分。そういうね、なんかもう一回聞いたら忘れない名前がいいのよ。メラゾーマ島津とか超いいでしょ。そういうね、メラ島とか呼ばれるんだよ、そうすると。そういうね、なんかね、ちょっと癖のあって、絶対忘れない名前にすると、鉄板。いや、メラゾーマ島津超いいでしょ。絶対忘れないんだよ。そしたら、名前を覚えてもらったら検索されるから。具の骨頂はそんな悪くない。具の骨頂はそんな悪くない。ただ、サムネがコロコロ変わりすぎ。いや、今は、結果論で言ったら和道でいいんだけど、うん、メラ島とかいいじゃん。
結果論で言ったらいいんだけど、育てたんだよ。で、伸びる名前じゃなかったんだよ、正直言うと。うん。初見さんいらっしゃい、花さん。いつも潜ってます。セコロ勝ってください。勝つか負けるかはわかんないけど、試合で生き様見せようと思ってます。試合で生き様見せるんで、応援よろしくお願いします。もちろん俺は勝つ気だけどね。勝つか負けるか決めるのは俺じゃないから。うん。いや、今だからだよ。ワドーって名前が。よく見えるのは。もう、みんなから良くないって言われてたし、俺は正直、メラゾーマ島津で行きたかったよ。ベギラゴン高光か。名前一個でもね、だってさ、うなちゃんマンとかいい名前じゃん。うなちゃんマンだよ。うん。あれはいい名前だよ、ほんとに。いや、ベギラゴン高光とか、お、ベギラゴンいらっしゃい。うん。まあでも俺っぽくていいけどね。もう、バドーっていう名前捨てらんないよ。今さら。ずっとこれでやってきたから。こんばんは。イオナズンワドとかね。ミキティいらっしゃい。うん、すげえ、タバコいっぱいもらっちゃったの。あ、オッケーです。前の日に連絡いただけると嬉しいです。僕、相変わらずなんで。前の日に LINE 送っといてもらえると。ほんと、遅刻魔なんで。ほんとね、ダメなんだよ。時間が覚えらんない。うん。いや、弁当さん任せ。いや、結構な神回、純神回ぐらいの、ナイスキャラな、リスナーさんが来て、居酒屋出たあたりから急激に面白くなって、で、今終わったところっすね。なかなか面白かったんで。おやすみー。ありがとうね、豚さん。盛り上げてくれて。嬉しかったよ。ありがとう。また盛り上げてね。うん、いや、便所さんの練習、マジきつかった、ほんとに。あれ、毎日やってたら勝てるわ。あれを毎日、半年でもやったら勝つ自信あるね。みんな強かった。超勉強になった。和道流初代継承者なんだから、しっかり。初代継承者ってさ、初代は継承するものじゃん。二代目じゃん。初代継承者って二代目じゃん。何なのと思った。ちょっとワドの滑舌悪いと思うんだけど。悪いよ、俺滑舌。いや、月曜行かないっす、俺。月曜行かない。捨て頃はね、6月の10日、便所太郎さんのツイキャスでやるんで、もしよかったらよろしくお願いします。6月の10日、新木場ファーストリング、スパとかね、取材が来るので、雑誌にデビューします。うん、初代は創始者だよね。わかった、発声練習しようか。どありがとう。ナイスなフレありがとう、うん。そうなんだよ。コメント上手い人って、1コメント目で振りをしないの。これね、プロリスの技なんだよ。配信者に振りをするときってワンクッション入れんの。今2個目で入れたのが上手かった。ワド、ちょっとお前滑舌悪くねえかっていうコメントの後に、滑舌悪いよ。ならお前、発声練習しないとっていう、この、もう、この、これはね、プロリスの技だよ。これプロリスの技。コメント力。そう。これうまい。これうまいコメント。そう。こういうリスナーさんを掴んでいくと、
どん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 人集まってくるよね。うん、もう、だって、これ俺が笑い取ったんじゃなくて、このリスナーさんが笑い取ったんだもん。そう。共同作業なの。配信って。いいリスナーさんがつくと、笑いが取れる。あのね、正直ね、ニコ生ってコメントバーって横に流れるでしょ。で、あのね、実はね、コメントバーって流れてる時って、面白い答えは、実はコメントの中にあるんだよ。みんな気づいてないけど。どの、その、縦に8個流れ続けるコメントの中で、これだっていう、ボケろっていうコメントあんのよ。こういうボケしたら面白いぞ、ワードっていうのがあんの、隠れてんの。それをね、やるとウケるんだよ。だから実はね、配信者って演者なんだよ。だからラジコンとか言われてるのは、ほんと正解だと思う。それをどう演じ切るかで、配信者は変わるんだよ、多分。いいリスナーさん掴んだら勝ちだよ。そうそうそう、暗黒放送とかも典型的。もうほんとあそこは、あの、緑さんが同権になって、あの人頭いい人なんだよ。あのね、頭いいっていうよりも配信センスがやばいの。だから、もうどのコメント拾ったら面白くなるかっていうの分かってるの。面白いコメント溢れてるもんね。暗黒放送とかね。あそこはだから、その、コメントに乗っかっていくののテンプレートっていうかもう教科書みたいな。で、いろんなやり方があるんだけど、うなちゃんマンは、あえてコメントをいじくり倒すっていうスタイル。うん。コメントと戦うっていう珍しいスタイルなんだよ。まあ今でもテンプレになってるよね、それは。うん。あのね、実はね、ドレさんね、佐野のアンチっぽいことやってるけど、実はね、佐野がやってる技術をそのまんまやってるんだよ。うん。実は。ドレさんがアンチに切れるっていう、その、技をやってるさ、最近キレゲーやってんだけど、あれは佐野が作った伝統芸能だから。だからね、くしくもね、佐野とドレさんはいいライバル関係になってるけど、実は佐野の技なんだよ。ホーミーっていうのはね、あの、高い音と低い音を同時に出すっていうやつ。そうだよ。天才だよね。ボクシング選手、プロレス選手。うん、配信者の格闘技祭に出んの。インターネット配信者格闘技祭って書いてあるでしょ。銀色で。うん、インターネット格闘技、はい、あの、だから、あの、素人が出るんだよ。いや、この大会のために、キックボクシングを教わったの。空綺麗だね。いい感じだね。この色、いいよね。このブルー好きだわ。うん。全然いいよ、全然いいよ。無知なんて、全然、だって初めて来た人はみんなさ、何も知らないで来て、どん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 見てくれるようになるんだから。これからどんどんいろんなことをね、お互い知っていこうよ。こっちまだ暗い。どの辺なんだろうね。じゃあ北海道とかの方なのかな？時差。西の方がペンの早いよね。公園じゃないよ。駅の、あの、なんつうんだろう。駅のやつ。こっち来たらすば、多分、俺結構強くなってますよ。ガタイ変わってますよ。あの、多分、ナオさんが知ってる体じゃないと思う。これもう、あの、まだまだ鍛えてないけど、こんな感じっすよ。脇締まんないもん。広背筋もできてきたし。これお腹引っ込ませないかんね。変わったでしょ？体。T シャツがここで止まるようになったもん。前はここで止まってたの。だからここで止まるもん今。閉まってきましたよね。だから体締める意味では格闘技続けようかなとは思ってるけど、格闘技っていうかシャドウとか。この前枠取って大会のルールが納得できない。格闘技を舐めてるとかのコメント来たから初めて配信したから怒りました。リスナーから言われたんだ。体幹そう、でも弱かった。あの今日体幹トレーニングいろいろ教わったけどめちゃめちゃ弱い。もうベンゾさんバンバンぴょんぴょん跳ねるの、寝ながら。ブリッジとかでぴょん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 道場こう往復していくの。ワドウもやろうっつって教わったけど、こうやって引きずったりとか、超早いの。あの巨体で。
水木ちゃん振り下手。2段階。この流れでいきなりはやりづらい、うん。格闘技って言ったら三半規管も重要なんじゃないですかっていう振りで、水木ちゃんいいとこつくね。三半規管も重要なんだよって。じゃあ発声練習しましょうよっていうのがテンプレで。さっき教えたでしょ。ちょっと焦りすぎ。いきなり受け狙ってもダメ。配信者の大会だからまずそこを見ろ。フォッサー見ろって何回も言いました。もう文句言いたい人は文句言い続けたいだけだから。ロコさん、風船ありがとう。ありがとう。でも便所さんが寝てないのか起きたのかわかんないけど、便所さんもあれだな、アドレナリン出まくってんだな。便所さんはプロモーターとしての責任のプレッシャーで寝れないのと、選手として寝れない二つあるからね。相当なプレッシャーだよ、本当に。相当なプレッシャー、うん、大宮の方がでかいの、うん、元気ない元気ないかな、うん、でもね、みんなね、俺のリスナーもおー、ありがとう、解放もういいよ、あんま無理しないでね、ありがとうね、まゆみちゃんみんなフォローしてあげて。海宝ちゃんの枠見に行ってあげて。2回言うの見たいだけでしょ。俺、そういうの やってないから。あのね、あ、これ覚えといた方がいいよ。あのね、これね、俺成田で覚えたんだけど、2回言うと滑るんだよ。あの、欲張ると滑るの。これみんな覚えといた方がいいよ、生の人は。欲張ると滑る。ね、2回目は絶対滑る。ただね、3回目は面白くなるから。これ鉄板だから。これ覚えといてみる。2回目、欲張ると滑るけど、間を置いて3回目出すと受けたりするから。海宝って名前よりもね、あの、本名の方がいいと思うよ。いや、便所太郎さん大変だと思うよ。だってさ、便所太郎さんはさ、選手だけでもさ、大変なわけよ。トレーニングを日々重ねていってるわけ。でも、プロモーターとしても大変だと思うよー。三半規管っていうのは耳にある、平衡感覚を司るやつ。なんか、あの、耳殴って、あの、そう、グラグラさせるっていう技もある。迷みたくさんいるんだもん。だから、ドン・コニシっていう風にいじってもらってるんだから、コニシ・マユミって、コニシ・マナミ風にやればいいんだよ。いや、新宿帰ろうか、大宮デリアトツしようか、ちょっと迷ってんだよね。実は旅配信で埼玉来たことあんまないから、リアトツマツとか、埼玉のリスナーさん結構いるんじゃないかなとか思ってて。欲張りだな、こいつら。埼玉って山あるの？なんか、山が見えるんだけど。埼玉って山あるの？奥、町の奥に山が見える。いや、どうしようかな。この町で寝て、で、それで始発じゃなくて、起きたら行くっていうのが一番いいと思う。初見さんいらっしゃい。ドン解放。解放って名前は変えた方がいいと思う。男なのか女なのか分かりづらいんだよ。解放は、言いづらいやと。山の運用ないんだ。そうそう。だって、便所さんが住んでるところだ。川越だもん。便所さんの地元だもん。だから、本来は、とつまちじゃなくてトレーニングで来てんだよ、こっち。便所さんといたんだよ、さっきまで。
で、配信、電波なかったから配信回さないでトレーニング参加させてもらった。超ハードだったよ。男女はっきりした方がいいと思う。俺はダンボールはおっさんだと思ってたんだよ。多分中身がおっさんなんだよ、ダンボールは。ダンボールはすごくいいよ。うん。ダンボールはあと、会ってびっくりしたもん。俺おっさんだと思ってたの。普通に。で、会ったらミニスカのなんかさ、プリプリのギャルが出てきたから。なんでこっち見てんだ、こいつ。この姉ちゃんの子。大宮地元なんだ。大宮が一番都会なの？大宮だよね、多分。埼玉って。明るくなってきたね。早いね、もう。バッテリーも結構使ったな。34% か。中身おっさんなんだよ。俺の放送見るの好きなのはおっさんなんだよ。だから、その、ババア受けがいいわけよ。ババアキラーなわけよ。要は、ババアになると、おっさんになるのとイコールだから。もともとおっさんリスナーと、だからもう、閉経だよね。うん。閉経して、男性ホルモン出てきたおっさん。もう、だから全員おっさんだよ。うん。あとね、たまに若い子いるなと思ったらおっさんだもん、やっぱ中身が。うん。川越地元なんですか？じゃあ懐かしいんじゃないですか？ここどこだかわかるでしょ？うん。解放は譲れないんだ。ね、だから世の中にはいいババアと悪いババアがいるから。うん、で、うちのリスナー全員いいババアだから。うん、そこ間違えないでほしいよ。ババアになりたくない。お前殺されるぞ、ババアたちに。通称和道ギャルズたちに。あー、見に来るんだ。どうだ。てかチケットあんのかね。まあなんかわさわさ売名に来そうだよね、いろんなやつが。うん、水木はトップレベルに可愛いババアだからね。てか俺、水木ちゃんがいくつか知らないけど、同い年ぐらいなのかな。多分同い年、年下の可能性もあんのか。子供結構小さいもんね。水木、まあ水木、まあババアだろ。ここでコメント打ってんだからババアだよ。可愛いババアだよ。ババアであることはババアだろ。さすがに。ねえ、水木ちゃん可愛いよね。今ね、川越にいる。川越。トップレベルに可愛いババアだよ。さすがに無理あるだろ。ババアじゃないわ。俺だけどババア好きだよ。若い子より。全然。だから一周回って可愛くなるんだよ。なんか若い子だと許せなくなるけど、ババアは許せるじゃん。なんか、可愛いババアで。若い子少ない少ない。全然いないよ。まあ、ダンボール若いけど。うん。いや、喜んでいい。うん、鎖掛けが一番うまい。うん。可愛いババアになりたい。あ、多分なると思うよ。ダンボールは可愛いババアになるよ。大丈夫。俺が保証するから。ババア評論家だから。ババアソムリエだから。うん、そうそうそう、うん。ねえ。のんちゃんだって可愛いババアじゃん。うん、俺はババアと生きてきたから。この4年間配信の歴史は常にババアと歩んできた道だから。
ババブローだよ。もんちゃんかわいいよ。のんちゃんめちゃめちゃ面白いよ。出会った時面白くて、のんちゃんすごい小さいのよ。のんちゃん150センチ前後なんだけど、もう47のババアなんだけど、いきなり外に出たら、のんちゃんは無敵だーとか言って回転しますから、こうやって。のんちゃんは無敵だーとか言って。頭おかしいな、こいつっていう。バドさん。あられちゃんだよね。こいつやべえと思った。しかもパンチ力結構あるし。あ、プリキュアだよね。47歳プリキュアだよね。お久しぶり。元気、そうだね。回転するのにも三半規管使うよね。まあ、減らったらやばいけど。寒いな。今日 T シャツすげえ寒い。失敗した。風邪ひくぜこれ。なんかスーパー銭湯とかあったらよかったんだけどね。マッサージに来て。ごじった。まあいいキャラしたね。リスナーさんに恵まれてますよ本当に。1万人に会いに行くんだから、これからとんでもないやつらいっぱい出てくると思うよ。和道リスナーやべえなみたいな。あやかといい、のんちゃんといい、解放といい。やばいよね、メンツがやばいよね本当に。メンヘラーズだよ、メンヘラーズ。和道ギャルズの、和道ギャルズはみんなやべえやつしかいないよ。ルイトモ誰がやばいやつよ。誰がやばいやつだよー。札幌行くよ、睡眠時間足りてます全然。僕大体ね30時間ぐらい起きて12時間ぐらい寝るのが鉄板なんで、まあなかなかいいキャラだったよ、ねえ、配信続けなよ、解放。どん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 やって、いろんな配信者と絡んでいったら面白いと思うよ。ね、配信は楽しいぞ。奥が深いよ。じゃあ俺そろそろ寝るわ、みんな。ありがとう。明るくなってきたし、お疲れ様。おやすみ、みんな。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。